やべえ、まあどっちでもいいんですけど左の方がいいかな。そうですね、いやーナイスショー、うん、ナイスボール。なんか後半になってマジ降ってるね、はい、大丈夫、回ってきたから、あ、大丈夫かな、すごっ、はい、旗までだって230で超えてる感じじゃないの？なんか今キャリー230。そうだよね。キャリー230だよね。であれ見るとさ、なんか私もうちょっと手前してないや、あそこまで行くんかなみたいな。もうちょっとしたら左側狙ってたのだけど。私と同じ方向でいいんだよ。はい。私ちょっと思ったより飛んだの。いいな、かっこいいな。元気キープ。ナイスショー、ギリギリ大丈夫。あ、バンカーの手前か入ったか、手前かな、うん、なんかすごいまた左向いちゃうから、なんか引っ掛けてますね、引っかかって、いや昨日もずっと引っかかって。よし、行きましょう。私は厳しいかなと思うけど、やめましょう。だってパー5でセカンド2オンするわけじゃないから。でも3オンは難しくない。なんで今急に可愛くなったの今。ちょっとやめてくださいよ。240。あった、よかった。ちょっと待って、どうしよう。足かかるからドロップしますね。はい、じゃあもう一番大きいアイアンでとりあえずコロコロしようかな。コロコロして、で3打目もまあ乗らなくていいとして、でいやでも超難しい。全然ダメだった。さあ、ありがとうございます。おー、ナイスボール。いいですね。ありがとうございます。いい、最高。はい、綺麗なドロー。狙ったとこ、5番ウッドで近くまで。ダメだ。皆さんお疲れですか。ちょっと分かんない、どうやって打ったら打てるんでしょうかね。なんか全部手元浮いちゃってます。あ、浮いちゃってる。あ、もっと打った後もちょっとボールの残像見るぐらいの頭残して、はい、あの先の芝をここまで浮いちゃってるから、だから全部こう。ああ、なるほど。目は見てるけど、はい、体が浮いちゃってるから。体が浮いちゃってる。この最初に構えた時点よりも、うん、こうなってます。なるほどね。このまま。ああ、このままね。うん。そう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 。こうですね。素振りもなんか芝をするように意識すると多いと思う。さっ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 て。そう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 。これね、疲れてなくてもこれなんですけどね、なんか本気で書くみたいなカッサッサーなイメージで、はい、素振りするとミスは少ないかも。わかりました。はい、やってみます。やってみてください。はい、見せたいと思います。良きじゃない。うん、良きだね。ちょっとでもオーバーしてないか心配。ちょっと、うん、その心配もある。けど、ね、けどピンは筋ってた。ね、よかったよかった。最高。ありがとうございます。そんなに仕事なかった。
い。入れたかったんですけど、うん、分かる。ありがとうございます。うん、ナイス。おはようございます。144すごいね、カエル？カエルじゃ、カモ？すごい、カモがいるんですよ。144、6番じゃ届かなそうですね。なんだ、でも真ん中ぐらいだから。そうですね、多少ショートしても乗るは乗ると思います。5番ユーティリティで、手前からみたいですね。うん、いいと思います。手元を浮かせない。よくするから手元ですね。手元を浮かせない。電気をキープで上がらない。やっぱ上がってますね、手元。打つときに？うん、あのインパクトで浮いちゃってる。どうしてもこう来たが胸開いちゃってますか。打ち込めてない。どうしようもなくなっている。疲れてるのかな、これは。疲れてるんです。胸しょうがない。暑いからな。頑張ります。暑い時こそは頑張って。5発でちょっとピンの左目を狙いたい。ダフったけど。難しかったですね。もうちょっと左にドーンと来たかったですけど、ね、はい、とりあえず乗せてきたかったけど、まあ、しょうがない。パターですか？うん、安全パター。結構スライスしそう。しそうですね、上りで。うまい。オッケー、ナイスタッチ。ナイスタッチ。ボギーです。まあまあ、しょうがない。まあ、ボギーならね。ボギーでいいんです。ボギーならね。ボギーならいいんです。うまい。OK! 惜しい、まあ、ナイスです。カップの先が下ってるんで。そうですね、しょうがないですね。うん、ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパー。リード選手どんどんと上がってきてますね。ちょっとずつね、バーディー取りたいな。上がってきてますね。パーを刻んでます。はい、感じです。はいはい、クラブセッティングですね。はい、それでは遠藤里乃選手のクラブセッティングの紹介をしていただきたいと思います。はい、はい、まあ、ドライバーピンの 41G410 ロフト9のやつ使ってます。で、シャフトはこれはスピーダー、そう、スピーダーの S で、うん、3ウッド5番ウッド、ユーティリティはプロギアさんの RS 使ってます。シャフトはディアマナの S ですね。はい、でアイアンは4番アイアンから入ってて、うん、4番だけ違うの？そう、4ね、今ちょっと頼んでるんですけど。あ、そうなんだ。とりあえずそう、4は RS のままで、あとはピンの I210 使ってます。うん、4からピッチングまではピンのクラブ使ってて、はい、で、ウェッジはアクシスゴルフさんのウェッジで、うん、Z3 っていうのを使ってます。
これはジクラブですね。ジクラブ。なんか大槻智晴プロがアプローチめっちゃうまいんですけど、これを使ってるんで。もういいなって入ってる。そう、作ってもらったよ。です。すごいスピンが効くんですよね。そうなんですね。よく止まるんで、うん、すごいお気に入りです。お気に入り。はい。皆さん要チェックですよ、ウェッジ。でもね、大槻さんが使ってるから使ってます。あ、そうなんで。はい。おお。で、パターが。パターは、うん、これは大槻さんの借りてるパターなんですけど、そうなんですね、ホワイトホット XG の7番の方ですね、このクワガタみたいな、うんうん、なんかこれが構えた時にすごい落ち着くんで、うん、いいなと思ったら、なんかこれなんか限定らしい、ね、へだからそう何勝もしたパター借りてます。好きなだけ使ってって言われました。かっこよすぎですね。いやめっちゃ優しい、ありがたいですね。使ってます。大槻さん今ピンの契約なんで、うん、使ってないからいいよっつって借りてます、うんうん、これにして良くなりました。入るようになったんだ。入るようになりました。クワガタもね、私使ったことないですけど、うん、安心感ある、うんうん、でもスパイダーと似たような感じで、なんかやっぱヘッドが大きい方が安心感あるから、うんうん、なんかパターン悩んだ時にあると、1本あるといいか、うん、3本ぐらいよりピン型とマレットとかこういうのとか、うん、3本ぐらいね、3本ぐらいパターンはあった方がいいかなと思います、うんうん、はい、はい、以上以上クラブセッティングです。いのちゃんのクラブセッティングでした。はい。あー、これなんか右浅かったのかな、そんな感じですね。旗狙いでいいんですか。ですね。旗よりも左、いや旗でいいんじゃないですか。旗でいいですか。そうだと思います。旗でいいと。はい。私はどうなんだろうな、飛んじゃうと旗の右でもいいんだよな。そうですよね。とまあ旗から旗右でもいいかなぐらいで、うん、右ペラさえしなければ OK。 はい、うぃー、あー飛びすぎ、耐えて耐えて、あんな飛ぶの、おおおお飛んでます。あー大丈夫大丈夫大丈夫、ギリギリちょっとラフいっちゃったけどバンカーは避けた気がする。ですね、はい、飛んでます。すごいね。いやでもいいわ、なんか捕まる分にはスライスするよりは。確かに怖いですよね。うん、ここは右絶対ダメなんで、右肩を、左肩を落としてる、こうなってるんですもんね。そう、あのボールの残土最後まで見るのと手元浮かせないように、はい、体の近くを通る。はい、あ、捕まった。そう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 、大丈夫かな。ボール的には良くないけど、さっきのこう右ペラよりはいい、いい、ここがなってますなってます。それをだからちゃんと右向けて打ってたらいいと思います。はいはい、探しに行きます。さっきからちょっとやっぱ左に向いちゃう癖がね。あ、でも今、あ、これこれ、まっすぐは飛びましたよね。飛びました。オッケーオッケーオッケー。足指導にしました今。あ、踏んでから、うん、上げるやつ。そうそうそう、足踏みちょっとしてこう、うん、手から上げると手が上がっちゃうから。そう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 。ね。いいですね。はい。30番で9番でいきます。あ、Pにしようかな。どうしようかな。あ、でもちょっと上げてるから。2番でいきます。短く持って、あー取れた、あーごめん、ここは硬かった。なんだろう、石みたいな。棒に入れちます。うん、うまい。あ、でかい。でも乗ってそうですね。乗ってますか。うん。オッケー。リカバリー。何叫んで。33、うん、いや、あ、どう。転がしたい。
感は良かったかも。うん、ナイス。ありがとうございます。で今のは高2で打ちました。転がしたかったんで。紹介するだけあってね、ベッジとパターがいいですね。いいですね。